ヒエデンヤのスミレ成績仮称。天然記念物指定地の桜天間宮所有物。2018年12月23日撮影。ヒエデンヤのスミレ成績仮称は、京都府亀岡市ヒエダや超柿花にある、国の天然記念物に指定された、スミレ成績仮称の産出地である。当地で産出する、スミレ成績仮称の断面は開花した桜の、 花びらのように見えることから、古くより桜井市と呼ばれ沈長されており、当地に鎮座する桜天マ宮には、菅原道真ゆかりの伝説が残されている。桜井市は、指定地以外の京都市においがたけ、栃木県足尾道山付近などからも産出するが、ヒエレ野の桜井市は、際立って形状が優れており、1922年3月8日に、国の天然記念物に指定された。 ヒエデンヤのスミレ成績仮称京都市ビエデンヤのスミレ成績仮称の市ビエデンヤのスミレ成績仮称天然記念物指定地の桜天馬群所有物2018年12月23日撮影ヒエデンヤのスミレ成績仮称は京都府中西部に位置する亀岡市ヒエダや長垣花地区から湯の花温泉一帯にかけた約 2km 四方の範囲から算出される 中でも桜天馬宮境内及び隣接する境内南側の斜面一帯は、かつて桜井市の破片が地表面に多数見られたことから、1922年3月8日に、指定名称、冷えた野村すみれ成績、奥明として、国の天然記念物に指定され、1957年7月31日に、今日の指定名称に変更された。すみれ成績は、 計算塩鉱物の一種で、スミレ青とは青みを帯びたスミレ色を言い、仮称は形状を残したまま変化した鉱物の結晶を言う。当地の桜井市は約9300万年前の中世代白秋にできたものと考えられており、高温の加工岩のマグマが元からあった粘板岩や霊岩と接触した際に起きた変成作用によってマグネシウムやアルミナ、 軽素等が結晶化してできた六角柱状等三連章一と呼ばれるものである。結晶となったスミレ成績が白キララや緑泥石に変化して適度に風化すると直径5から10ミリメートル、長さ20から30ミリメートルの六角柱状の石に分離する。この六角柱状態の石を折るとその断面に6枚の花びらが咲いたような文様が現れる。 桜石はその形状の美しさにより、古くから人々を魅了し、複数の伝説が残されており、境内が天然記念物に指定されている桜天マ宮の略演技には、菅原道真ゆかりの桜の木の下にある岩石に、桜の花文様が残されたという伝説がある。略演技によれば、その昔、菅原道真が太宰府へ左遷されるとき、 鹿屋に住む人が道真への別れの挨拶のために、京都を訪ね、別れの印に、道真より一株の桜の木をもらい受け庭に植えたと言う。やがて道真もなくなり、植えた桜の木も枯れてしまったが、枯れた桜の木の下にあった石に、桜の花の文様がついたと伝えられている。桜天まぐルのあるヒ枝や長柿花の柿花という、地名も開花に由来するという。 桜天馬宮。2018年12月23日撮影。また、江戸時代中期の安永8年に、木内石帝によって書かれた日本最古の岩石鉱物の専門書、雲根市後編61の中では次のように書かれている。また、天保12年に丹波亀山藩の矢部木祭が亀岡周辺の名所や歴史を書いた草加録の中にも、 と紹介されており、古くから桜井氏が知られていた様子がわかる。桜井氏は形状の美しさから、鉱物マニア以外にも馴染みやすく、インターネット等を通じ採取地の情報が広まり、天然記念物指定エリア以外での採取が絶えないという。このような状況から、京都府が作成したレッドデータブックでは、亀岡の桜井氏として消滅器具のカテゴリーに追加され、 天然記念物指定エリア外での保全の必要性を訴えている。一方、亀岡市では桜井市を市のシンボルの一つとして2017年4月に市の石に選定し保存するとともに未来へ伝えていくとしている。桜井市の実物は亀岡市役所の1階ロビーや亀岡市文化資料館に展示されている。所在地交通 ABCDE 矢島 P999 p. 千一。ゼロスイート。m i n d a t. o r g。h t t p。コロンスラッシュ、w w w. m i n d a t. o r g。スラッシュ。a, p a b ヒエデンヤのスミレ成績仮小文化庁。ウェブサイト。二千十八年十二月二十九日閲覧。a b ヒエデンヤのスミレ成績仮小文化庁。ウェブサイト。二千十八年十二月二十九日閲覧。 ABC 京都府環境部自然環境保全課 ABCD 亀岡市文化資料館 ABC 大石市の石選定文やべ牧祭郷土藩の歴史をまとめた著者亀岡市ホームページ2018年12月29日閲覧亀岡市に取材自然の神秘桜の花模様の大石が幻想的2018年4月4日ライビダーニュース 2018年12月29日、閲覧。ABC 大石ぶらり、亀岡亀岡市観光協会2018年12月29日、閲覧。ありがとうございます。